そう。でね、うん。いや、当日俺何してたかっていうとね、でも何もしなかったんですよね。でも楽しかった。うん、なんか、なんだろう。本当に一参加者として、なんかあんな結婚式になんか参加できたことを俺は誇りに思うなっていう。うん。あ、カメラマンっていうか、でもね、俺がどれぐらい楽しかったか分かってもらえる証として、一個証明します。僕自分の写真全く撮ってないんですよ。楽しすぎちゃって、写真お願いします。はい、パシャ写真お願いします、パシャって。うん。で、俺自分の、うん。自分の写真撮るの忘れちゃった。俺って、妖怪数字稼ぎって言われてる節があって、要はさ、加藤さんにツーショットお願いしますって言って撮って、ツイッターであげればさ、どうせ、いいねとかリツイートとかめっちゃ行くじゃないですか。俺一切撮ってないのね。それが何よりの証明になってる。マジで、撮ってくださいとは死ぬほど言われたその分。俺逆にそれで、もう、違う、余韻で俺もずっとこうやって立ち尽くしてたから、もう、なんだろうな、結婚式の搬出の人に、すいません、ちょっとどいてもらっていいですかってなるぐらい、もう終わった後もずっとこうやって、ただ呆然と立ち尽くしてたの。誰と写真を撮る、でもなく、ただただ呆然と、余韻に、もう、ラオウのように、もう立ち尽くしてて、で、その立ち尽くしてたら、いろんな人に、あ、すいません、どうせ突っ立ってんだったら写真お願いします。どうせ突っ立ってんで写真お願いしますって言って、どんどん俺の余韻を奪われて、そんなね、なんか。で、もうその怒りで、オニアを見切れさせた。その怒りからがオニアを半分にしました。っていうのは冗談で、あれ本当に俺、悪意ないの。違う、俺悪意はないんだよ。でもあれ撮ったのは僕です。その怒りで。俺の加藤さんの余韻を邪魔しやがって、写真お願いします。で、オニアもなんか、あ、鈴木さん、あ、写真お願いします。みたいな感じで、なんか、その怒りからか。わかんない。俺は全然意図してなかったんだけど、体が勝手に動いちゃったのかもしれない。いや、オニア俺のこと鈴木って呼ぶからね。鈴木。しかも。わかんないけど、あいつコロナから完全復活したよね。で、あいつと一番最初になった時、お、濃厚接触って言ってこう、原監督みたいに俺の胸をグータッチしてきて、お、濃厚接触みたいな感じで。あいつもう一回かかってくんねえかなと思って。本当に、うん。もう一回かかってほしいわ、あいつ。なんか、地獄を見たらしいから、もう一回地獄に落ちてほしい。で、俺がオニアを見切れさせたのにはちょっとまた物語があって、まず、オニアが、要は、ムコーズってわかる？野球チームね。ムコーズで一緒に撮ろうぜみたいな話になって、で、オニアが、じゃ、僕カメラマンやりますよみたいな感じで、写真撮ったら、右端の人がまず真っ二つになってたのね。まずそれを全員でめちゃめちゃディスったの。オニアお前、写真も撮れんねんのかよ。しかも、オニアがそれでマジでテンパって、すいません、これ、すいません、こういう、祝いの席で、こうやって見切れさせちゃうと、本当に一週間ぐらいに、なんか、車に轢かれたりとか、なんか、縁起の悪いことが起こるとかで、本当申し訳ないです、みたいな感じで、ガチで反省してて、で、その後に、俺がオニアを撮った写真見て、鈴木さん、あなた僕を殺しましたねって言って、逆にオニアが俺に切れてくるっていう、もうなんか、わかんない、オチまでついてしまって、もうめちゃくちゃだったんだよな。これね、パーカー、これ吹き出物でもらったんだけど、これ見て、この後ろがさ、こう、これ加藤さんとね、嫁さんが、こう、バトルしてる、あれになってるのよ。3月12日。あ、吹き出物じゃない、吹き出物か。吹き出物だ。吹き出物はアトピーです。吹き出物だ。そこ一番間違えちゃいけないだろと、あとね、同じく吹き出物としてもらったのが、これすごくない？これ皆さんおなじみ、五月病マリオが、なんと手掛けた、これ、タオル。
やばくないこれ。俺もう今後銭湯とかこれもうこれ首にかけて俺銭湯行くもん、今後これ。うん。やばい。転売。やばいでしょ、これ関係者各位にしか配られないから、これメルカリ行ったらすぐ出所わかるぞ。